皆さんこんにちは、森谷ドラムスクールの森谷亮太です。たまには宣伝をさせてくださいということでですね、今回は告知的なものをちょっとたくさんさせていただこうと思います。僕のレッスン動画をね見てくれてる方はもうお気づきだと思うんですけど、僕ね教則本新しいやつがね出まして、ね、ドラムスティックコントロール、チードラムでリズム風に強くなる4ステップ上達法615ということで、なんかねレッスン動画の最中に、いつもこの辺にね出てたと思うんですけど、これをご紹介させてもらいがてら、ちょっとイベント的なことをするので告知動画ということで今回はご紹介させてください。今回ねタイトル通りなんですけど、この教則本一体どんな教則本かというと、スティックコントロールを鍛えるための教則本となってるんですね。で前回出したドラム練習パッドフレーズレシピ、前作の教則本ですよね。で前作のこのフレーズレシピの方は、ドラム練習パッドからね派生して、いろんなこうドラムパターンに置き換えてるという、ドラムのフレーズ集みたいなね、なんかそんな役割があるんですけど、今回のこのドラムスティックコントロールの方は もっとさらにねこうスティックコントロールに特化した教則本ということで、例えばねこうドラムの練習ってずっとこうね家でやってるとよく分からなくなるんですけどね、こう何のために今練習やってんだろうって分からなくなるんですけど、例えばこうリズム感を鍛えるスティックコントロールとか、アクセントを鍛えるスティックコントロール、スピードアップのためのスティックコントロールなど、カテゴリー別に分けて掲載しておりますので、こう身につけたいあの項目のページを開いてもらって、リズム感鍛えたいなと思ったら、リズム感鍛えるページを開いてもらって、練習をしてもらったりとか、そういうようなね教則本になってます。でこの教則本のね、魅力的なことに関しては、このサブタイトルにも書いてあるんですけど、口ドラムでリズム譜に強くなるということで、これ全部でね、615パターンなんですけど、615パターン全部にね、口ドラムがね、ついてるというね。口ドラムって言ったら、8ビートをね、ツッツッタッツッツッツッタッツってこう、ドラムのパターンを口で歌ってるのが口ドラムなんですけど、この口ドラムっていうのが、すべてのパターンに、つけてるということに、ね、なってます。例えばね、こう16分音符、こうタカタカなんですけど、タカタカのリズムがね、なかなか使いにくかったりする人もいたりとかするんです。そういう方のために、例えばたこ焼きとかイグアナとか、皆さんがね、こう馴染みのある言葉に当てはめて掲載してたりとかもするので、16分音符よくわからんなとか、音符のことよくわからんなと思った時でも、わかりやすい方になってるんじゃないかなと思います。ドラムの教則本とか、教則本使わなくなる理由としては、この書かれてある音符がよくわからないっていうのは、使わなくなる理由の一つだと思うんですよね。音符が苦手だとか、こう楽譜が苦手だっていう人でも、練習できる本っていうのを今回は目指したので、そういう方でも練習できるんじゃないかと思ってます。で、どうしてもね、それでも分からないことっていうのは出てくると思うんですけど、そうなった時のために、この全ページにね、こうやって QR コードがついてるんで、QR コードにアクセスをしてもらって、で、僕の模範演奏を見てもらったら、音符が分からなくても、これはこういう音になってるんだなっていうのが分かってもらえると思うんで、僕の模範演奏を見ながら、この書かれてある音符を口で歌いながらね、こう練習をしてもらうと、もう確実にこうスティックコントロールが身につくと思うので、ぜひね、これは練習してもらいたいなと思います。そして、最後ね、これ DVD もついてるんですよ。DVD もついてるんで、だからね、ガラケーユーザーの方とか、パソコンしか使わないっていう人でも、ちゃんと DVD がついてるんで、教則本に載ってる動画っていうのが、DVD としてあるので、この DVD の使い方としては、DVD をこうね、例えばこうスマホとかタブレットに落としてもらって、いつでも見れるようにするっていうのも、一つの使い方の手だと思うんで、そんな感じで使ってもらってもいいのかなと思います。で、そうなんですよ。それで、出版記念イベントをやるんですね、このドラムスティックコントロール新しい教則本ので。出版記念イベントが京都と東京で、行います。で、まず、京都の方が2020年1月25日土曜日で、こちらはミュージックランドキー楽器さんの、主催で、イベントをさせていただきます。京都のキー楽器さんのすぐ近くにあるね、スタジオフライというね、ダンススタジオ、これ六角にあるんですけど、そこのスタジオで、出版記念イベント京都編ということで、行いますので、で、こちらの方は、お問い合わせは、キー楽器さんの、特設ページがありますので、そちらの方に、お申し込みいただきましたら、お申し込み完了となりますので、ぜひそちらの方をご覧ください。こちらに下の方にね、この概要欄にお申し込みページの方のリンクを貼っておきますので、ぜひ、お試しください。東京の方がですね、2020年の、2月1日土曜日、こちらは、場所がスタジオファミリア渋谷店
ということで、渋谷にあるスタジオファミリアというねスタジオで、大きめのスタジオがあるんですけど、そこで、出版記念イベントをさせていただきます。でこちらは第1部第2部と分かれてまして、こちらの方の問い合わせは森谷ドラムスクールの公式 LINE、 僕の公式の LINE があるんですけど、そちらの方に、氏名でドラム歴、ご希望の時間帯、そして聞きたいことを添えてメッセージいただけたらお申し込みが完了となります。まあ、この出版記念イベントで一体何をやるかというと、まあ、このドラムスティックコントロールの教則本、まあ、買ったとしても、まあ、なんかねこう開いてみたら、まあ、結構こう楽譜がたくさん書かれてあるので、うわこうなかなかきついなっていうことにもなるんで、まあ、こっから何をどういう風に練習をしていったらいいかっていうのが、まあ、よくわからなくなると思うんですね。まあ、このパラリドルって一体何に使うのとか、フラム、まあ、ダブルストローク、これ一体何に使うのっていうことも、まあ、曲を交えて実践的に、解説させていただいて、あこの練習っていうのはこういうことに役に立つんやということを、まあ、この教則本を使って、紹介させていただきたいと思いますので、まあ、この教則本を、まあ、最大限に、ね、活用していただくためにイベントをやらせていただこうと思ってますので、ぜひ、ね、ご参加いただければと思います。で特典があるんですよ。特典が、出版記念イベント限定の動画を、お渡しさせていただこうと思います。例えばイベント参加してもなんか内容忘れちゃうことってあるんですよ、人間なんでね。人間なんでこの内容忘れちゃって、1週間後はどんな内容やったっけな、これってどうやって使うんやったっけなって思う人はいると思うんですけど、まあ、セミナーの内容を忘れないように、まあ、動画にして、忘れた時のためにこのフィードバックできるように思い出せるように、まあ、改めて動画にしたものを皆さんにお送りさせていただこうと思ってます。特典2が、フレーズレシピ缶バッジ。このフレーズレシピ缶バッジがね、これを特典でお渡しさせていただこうと思います。このフレーズレシピ缶バッジはですね、僕がアルファノートさんに無許可で、作ってですねほんで作ってから事後報告で、イベントで、無料配布していいですかというね、事後報告したら、まあ、心よく OK してくれたんで、まあ、今回特典2位としてこのフレーズレシピ缶バッジをお付けしたいと思います。この2つのイベント、共通してイベントにいるものっていうのが、まずねこの教則本を絶対持ってきてください。なぜかというと、この教則本の出版記念イベントなんで、いや私教則本持ってないわ、これ誰かに借りるわっていうのはもう絶対ダメです。もうこれはもう絶対持ってきてください。で、そうですね。で、体験参加をご希望の方は、スティックとか練習パッドを持ってきてもらって大丈夫なんですけど、まあ、広さにちょっと限界があったりとかするので、スタンド付きのね、練習パッドは使用できない場合があるので、膝に乗せてね、ちょっと練習をしてもらったりとか、なんかそんな感じで、ちょっとね、ご使用いただけない場合があるかなと思うので、まあ、それだけご了承をお願いします。まあ、練習パッドとかスティックの貸し出しとかを行ってないので、まあ、スティックとかねパッドとかはまあ自分で持ってきていただくということになってます。でこれも貸せないのでね、これ買ってくださいね絶対ね。はい、そんな感じでドラムスティックコントロール、まあ、通称口ドラム本ですね、まあ、こう出版させていただいたということで、まあ、こちらをね僕のページでも改めてご紹介させていただきたいなと思ってます。でもこちらのドラム練習パッドフレーズレシピもこうね合わせてちょっと頑張ってね、やってくれるとめっちゃ嬉しいです僕は。はい、で、まあ、出版記念イベントぜひね今絶賛お申し込み受付中なので、興味がある方はぜひお申し込みいただければと思います。この下の概要欄に、貼ってますので、どちらもね関東の方関西の方、興味を持っていただけたらなと思います。はい、そんな感じで、告知でした。ありがとうございます。見ていただいてありがとうございました。さよなら。